ポリーシンクの音声メッセージを日本語にします。Battery high. 電池残量は十分残っています。日本語化するためにはアプリが必要です。ポリーレンズというアプリをダウンロードしてインストールします。パソコンとデバイスを接続した状態でアプリを起動します。画面から日本語化したいデバイスを選択します。セッティングのタブを選択します。ランゲージのメニューを選択し、ドロップダウンメニューを開いて言語を選択します。言語選択後にアプライボタンを押すと、この画面が出てきます。Bluetooth で接続しているスマートフォンなどは、接続を解除してください。準備が整ったら OK を押します。言語ファイルがダウンロードされ、デバイスの言語が更新されます。デバイスの電源が自動的に切れ、再起動すると完了です。Battery high. No phone is connected. 電池残量は十分残っています。接続されている携帯電話はありません。Power off. 電源オフ。接続しています。接続しました。ポリーシンクの音声は日本語にできます。アンピダー。